横向いてくれない？帰ってきた？帰ってきたかな？見えますか？声も聞こえますか？大丈夫かな？大丈夫ない？大丈夫？あ、帰ってきた？ごめんなさい、なんかすごいね、アプリがめっちゃ重くて、なんかすごい固まってた。見える？聞こえる？よかった。皆さんこんばんは。すいません、開始早々お騒がせしました。なんか固まっておりましたね。なんでだろう。わかんない。すいません。皆さんこんばんは。聞こえてる？よかった？性格良さそうな人が映ってるって。やったね。ハムだよ。ハムさん、ヤッホー。なんかどっか行ってたの見たよ、ツイッターで。どこだろう。わかんない。クリスマスツリーがあった。あ、治った、よかった。ももちゃん、ありがとう。さっきぶりだね、ももちゃん。茶柱、タピオカ義勇。タピオカさん。イヤリング？可愛いでしょ、これお友達がくれたやつなの。ありがとうございます。ヤマピーさん、こんばんは。皆さん、こんばんは。いちこみさんももしかしたら固まってたかもしれないから、もう一回だけ言うね。いちこみくださった方、ベリオさん、ありがとうございます。ありがとう。 Thank you, thank you。 癒されに来ました。ありがとうございます。メガネよき、イヤリングよき、やったね。なんかね、メガネをかけないとね、コメントがね、見えるかな見えないかなっていうちょっと感じ。ももちゃん、さっきぶり。マータバの追いたけぶりくま、ん、めっちゃ噛んだね。追いてけぼりくらったアカウントはこちらです。ビリさん、こんばんは。マータマ丼ね、私食べたことない気がする。あのお店には行ったことあるんだけど。うん、イコラブさん、あー見てた、いいな。あやかーに言われたっけ、楽しそう。そう、最初ね、私暗闇の中で喋ってたんだと思う。なんか何も見えなくて、自分のなんか姿も止まってたの、こんな感じで止まってて、でコメントも止まってて、あれ、これもしかしてできてないと思いながら、でもなんかカウントをしてくださったりね、星を投げてくださってるのは見えてて、なんかずっと喋ってた。皆さんこんばんは、今日何してましたかとか、夜ご飯何食べましたかとかで喋っててさ、でもなんかシーンとしてたの。だからこれはもしかして動いてないなと思って、ちょっと切なかった。ティムリオンさん、おはようございます。あれよね、正解をねまだ調べていないんだよね。マスクメロンさん、こんばんは。マスクメロンさんはあれですよ、あのローボマの話なんですけど、なんかね、どっかの強いギルドのリーダー、皇帝エンペラーさんみたいな人からメールが来て、なんかマスクメロンさんとちょっとメールがしたいみたいな、彼を引き入れたいみたいな。すごい、マスクメロンさんが強いから皇帝に狙われておりましたよ。さっきまでジムロックジャム、ゲムロックジャム、なんだろう、配信見てないや。そう、マスクメロンさん勧誘されてたんですよ。無限城、あ、無限城、無限城はね、ちょっと迷い込みたくなるよね、怖いけど。暗闇と聞いて、 STU さん、あれだよね、夜よ僕を詩人にするなみたいなやつ。そう、スカウトされてたんですよ。でもなんかあれですよ、自分らの RWA ギルドはね、ちょくちょく言われます、同盟組みませんかって、割と強めの。でもすごい皆さんが頑張ってるからだと思われます。アヤカーニバル、エンパイア、あー、エンパイア出てたの、素敵。あ、メール来た。なんかメールしたいみたいな言ってましたもん。1億ってすごいよね。テトさん、こんばんは。ちーちゃん、ツッキー好きの友達にリオちゃんの配信あるから来てねって。ツッキー好きは仲間です。嬉しい。アンダー15のアーティストの皆さんによる配信ライブ。そうなんじゃ。すげえ。そう、またローモバの話をちょっとするんですけど、ローモバはね、私があの、ギルド教徒のクエストのチケット7枚全部、7枚だっけ ?6 枚だっけ ?7 枚 ?7 枚だね。7枚全部消費しました。で、なんかね、一回ギルド教徒本番の前に練習してたから、でその練習の時にすごいチケットをね3枚ぐらい無駄にしたの。だから今回はなんかノーミスで無駄なくクリアしたいなって思った件、7枚ノーミスでクリアできたので大満足でございます。嬉しかった。
そう、つくしさんも事件があったね。なんか急にさ、チャット見たらさ、なんだっけ、臆病者だっけってなってて、これは何と思って調べたら、なんかローモバ臆病者みたいな調べたら、何、国王から与えられるやつで、なんかいいやつだったら研究速度 10% プラスとかもあるけど、なんか臆病者はあれだったよね、あんまりよろしくない方だった。高竹グループはよくホムラになっちゃう。僕たちは燃え盛る。あ、全部使い切った方とか、あと1枚、頑張ってください。最後まで頑張ろう。あ、オレンジ探しに行く。そう、なんかチャット、ノーモバは同じギルド内だったらちゃんとじゃないよ、間違えたよ、チャットができるんですけど、なんかその中でなんかオレンジ探そうって言って、お互い城を攻撃し合ったらオレンジになるよって言ってさ、攻撃しないけどね。オレンジまみれは大変だよ。青色担当、つくしさん、 RWA の青色担当。色集まりそうだね。オレンジがおって、水色がおって、赤がおって、あと色を作ればかな。長尾に攻められて燃え盛りたい。もやしに行きましょうか。今日まだ1回もローモバ行けてない。大丈夫ですよ、ローモバ。なんかやってたクエストが神秘の宝箱を開けるみたいなクエストで、すごいちょくちょく開けないとクリアできないから、なんかすごいログイン頻度が高かった。めっちゃペペペペってやってた。俺は全く鬼殺隊ギルドに貢献できなかった。柱としてがいいなし、穴があったら入りたい。そう、なんかね、煉獄さんのねセリフはハマっておりまして、我が家ご飯食べるときにみんなね、うまいうまいって言ってる。さっきもね、うまいってずっと言ってて、お兄ちゃんにうざいって言われた。切ない。スクールの方はコロナ大丈夫？そう、なんかちゃんと対策してるんで今のとこ大丈夫です。でもなんか広島もね増えてきましたもんね。なかなかあれだよね、ドリームネーションだっけ、あれも中止になっちゃったよね。うん、あ、ゆいころ元気にしてるかい、ゆいころさん。大輔さん、こんりゅうです。こんりゅうです。やっほやっほ、寝てました。私も今日はね、朝のんびりしてたよ。8時に起きて、でなんか8時に起きて二度寝して、アクターズ行って帰ってきて、ご飯食べて今ショールームをしております。お、ハムさんの家に到着。お、遊んでたよね、楽しそうだった。うまいってね楽しいよ。皆さんもやってみて、ご飯中に急に食べてうまいって言うの、ちょっと今似てなかったけど。楽しいのよ。宝箱ポチーベは分かる、通知来たら開いてた私も。あ、通知来た、行かなきゃ、通知来た。なんかなかなかさ、学校の時間だったりさ、10時以降で開けれないからさ、もしかしたらクリアできないんじゃないかってヒヤヒヤしてたんだけど、大丈夫でした。長尾家最高だなって、嬉しい。長尾家を褒めていただく方が多くてね、なんかドヤドヤってなっちゃう。ローモバ諦めました。ローモバね難しいですもんね。うん、ひなたちゃんこんばんは、ありがとね。なんかツイッターのさ、おはりよにも結構リプしてくれてめっちゃ嬉しい。今週2回も配信してくれて、いえいえ、やりたかったんよ。ハムは元気だよ、長尾も元気だよ、リオちゃん見たら元気が出てきたよ。嬉しい、元気よ。なんだっけ、ワコビーブみたいな感じで、リオビーム。怒られそう、パクんないでって。長尾家みんな目がギラギラしてて似合いそう、ギラギラ煉獄さん。楽しそうだよね、一回ああいうコスプレするのも。でもなんか難しそう、煉獄さん、なんか顔がさ、フクロウみたいじゃん、なかなか難しそう。平和だな、平和ですよ、毎日賑やかで幸せです。長尾家好きっす、あざっす、嬉しい。ひなたちゃん、ひなたちゃんかわいいよ、もう今度会ったら写真撮ろうね。いつもね、会ったのね、はかわいいってすぐパクる、パクっちゃった。それあずみクイズもパクっちゃったし、めっちゃパクる人になっちゃった。
あやさんこんばんは。大丈夫ですよ、なんか最初ちょっとトラブルが起きててちゃんと正常な配信が始まった後だったので。ロンロバと聞くと昔ロンロバって深夜番組、ロンロバ分からんな、ロンロバってのがあったのね。よもや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 、穴があったら入りたいわね。弟がめっちゃ言ってる、よもやよもやだっつって。ハイツさんこんばんは、こんばんは。すごい231名の方が来てくださっている、嬉しい。もう早速歌おうかしら、歌おう長尾パクリをむせる長尾パクリ、パクっちゃった、パクっちゃった。ちょっとオリジナルのネタを考えなきゃいけないね。弟くん押せる、押せるやろ、アンジくんやでロンブーとロバート、あ、そういうこと、芸人さんが合体したテレビみたいな。イヤリングしてるね、かわいい。そう、これね、お誕生日の時にお友達がくれて、なんか今年の春の発表会、そう、春の発表会か、あのコロナの影響で皆さんには見ていただけなかったんですけど、その時に秋の発表会か、お、これをつけてソロの時に出ましたよ歌おう歌おう、歌います。冷静になって思い返した、繋がってないのに話し続ける。そうよ、私繋がってるかどうか半信半疑だったけど、ずっと喋ってたよ。皆さん夜ご飯何食べましたかって、私は鍋を食べましたよっていう話を一人でしてたまずはグレンゲかホムラ、じゃあホムラ歌おうかな。前も火曜日歌ったけど、あの時より上手になったかしら。じゃあちょっとイヤホンに付け替えよう。とりあえずテロップを書こう。テロップってどうやって書くんだったっけ、テロップあった。なんかローモバのねチャットでも思うんだけどさ、横でさキーボード打つのめっちゃ難しい、すごいね、ごじるごじるし、なんか急にキーボードが消えちゃうのよ、切ないぜ。カラオケ配信やっとこう。うん、ひなたちゃん嬉しい、ももちゃんと並んでる、いいな。どこだろう、どこだん、見えない、あ、いたね、横のキーボード使いにくいよね。もつ鍋はね何日か前にしたよ、何日前だっけ、前鍋食べたのいつだっけ、え、でもめっちゃ最近したもつ鍋、美味しかった。長尾家のおでんの後に、そう、おでんの汁をさ全部飲みたくなるじゃん、うどん入れてうどん食べて、その後汁も飲みました、美味しかった。スマホ用の突撃キーボード、確かに欲しくなるよね、ごじっちゃう。ローソン、そう、あれですよね、コンビニによってうどんやってくれるとことあれがあるんですよね。夜ご飯はマータマ丼、いいな、私もそこ行きたい。ねえ、ローモバごじれますよ。で、あとさ、ローモバって絵文字使えないから顔文字だけじゃないですか、だからなんかいつもさ絵文字に頼って生きてきたからちょっと難しいねえ、難しいよね、横画面自体に慣れてない。ねえ、横画面私も慣れないんだよね。今折ったか重なった、キュン私リオちゃんのお母さんと並んでる、本当だ、ちいちゃんがいらっしゃる。あ、そう、雑炊も美味しいよね、ご飯入れてね、美味しい。そう、汗びっしょり事件ですよなんかね、汗の顔文字をなんかツイッターとかだったら、あの汗をね書けばわかるかも、汗があるんじゃけどさ、あ、こっちじゃない、間違えた。なんかさ、いつもさこの汗、なんか汗に見えんけどこの汗の絵文字を使っとったっけ、汗って言ったらこれが出てくるんだけど、あれなんよ、顔文字しかできんけん、こんな顔かな、汗って言ってこういうのを使ってたのね。で、そしたらなんか汗って言ったら汗びっしょりが一番最初に変換に来て、それを気づかずにチャットに何々ですよね汗びっしょりって送っちゃって、ちょっとギルドの内であれなんですよ、流行った、流行語になった。はるさん初見こんばんは、ありがとうございます。アクターズスクール広島に通っておる長尾梨央と申します、よろしくお願いします。スプラッシュの
練習色担当も、あ、自己紹介してない自己紹介しますね。なんかいつも自己紹介をしたつもりになってしまうよね。どこだ、おりりりりりり、あった、自己紹介します。いきます。スプラッシュオレンジ色担当、高校2年生17歳の長尾龍です。こっちがツイッターの個人のツイッターのアカウントです。こっちがスプラッシュ公式のツイッターのアカウントです。ツイッターのフォローもぜひよろしくお願いします。そしてショールームのフォローもこっちにあるのかこっちにあるのか分かりませんが、ぜひよろしくお願いします。そう、今更よ、忘れとったよ、忘れておりました汗びっしょりよ、これこそ汗びっしょり案件じゃあ今度こそ歌いますイヤホンをつけます。イベント期間が終わったら引き続きロームはするの？そう、ロームはね、ちょっと本当にハマったからしたいなって考えてるんだけどね、それはまだ考え中、あとちょっとね、見ます。あるある、そう、忘れちゃったよね。なんかバコのショールームってさ、すごい順序がさ、ちゃんと計画されとってさ、いいよね。なんか真面目な子だなって思う、賢いなって。私はもうなんか行き当たりばったりになっちゃってるから高2か、そう高2なんですよ。若いねって同い年でしょ、ちいちゃん今日のりおさんノリノリを、ノリノリを、ご飯が美味しかった系かもしれない、テンション高いです。来年でわしが高2の頃か、20年、なるほど。歌配信ではイヤホンにするね。イヤホンに、あ、こっち触ったらいいか、よいしょきっと。これをね、こうするんだっけ、こうして、こうして、こうか、こう、こんな感じ、これでいいんかな。なんかすごいここら辺大変なことになってるけど、なんかショールームみちゅのさ、歌配信をツイッターで調べたらこんな感じだったんだけど、合ってるかな、違うこんな大変なことになってなかった、え、こんな感じですか、他のアイドルさんも合ってる、どうなってんの、これをこうして、いや、わからんな、絡まってるよね、絶対もっと綺麗になるよね、こうして、あ、こう、あ、でもどうせこうなるね、わからん残念です、大丈夫かな、わからん、どうすんの、え、鼻息やばい、やばいか、え、こっちじゃない方がいいんかな、わからん、どう思いますか普通に手でこうやった方が聞こえがいいかな、大変、いいかな、おもろいよね、やばいよね、どうやってるんだろう他のアイドルさん、聞こえる、これでいい、ほんと、じゃあこれなんか変だけど、そこは無視っていうところでいいことにしましょう。で、鼻息がすごかったらそれはマジで謝罪する、ごめんなさいって感じです待って、ほんまに鼻息気になる、大丈夫かな、なんか違うね、なんでだろうね、どう隠してるのかな、私髪の毛が短いから隠れないみたいな、マイクセットってあれすごいよね、どうなってんの、 Bluetooth とかでつなげてんのかな、もうむしろこの子を無視したらいいのかな、こうしたらいいんじゃない、片耳イヤホンを捨てる、こういうことな気がする、こうじゃない、こうじゃない、こうじゃない、多分、うん、はあ、うるさい、こう、ここら辺、あ、有線なんだあれ、私もあれかと思ってた、無線ワイヤレスだと思ってた、カラオケ配信しよう、これでいいんじゃない、よしよしよし、できたできた、
分かった、正解かは分からんけど、ここだったら多分さ鼻息つはあれだよね、ふんってならないよね分からんけど、じゃあ歌おう。うん、みちゅちゃんもこれで合ってる？じゃあこれが正解ってことにしましょう。何を歌おうかな。あ、借りてるんだ、すごい。でもあれなんか楽しそうだよね。スクールから意識借りてくる。スクールにあるかしら。すごい、履歴が出てる、前歌ったやつの。じゃあホムラ歌おう。あ、本当よ、みちのパクリですよ今日めっちゃパクリなんだけど、まあ今日はパクリ乗りよってことでパクりまーすなんか音うるさかったら言ってください。ホムラを歌います。寝落ちもパクるでもあれ可愛いですよね。心に炎を
ました。2つ間違えちゃったけど。ちょっと次グレンゲ歌うね。グレンゲは間違えない気がする。リバーブかかってるよ。リバーブってかかんない方がいいのかな。リバーブいらないですか。リバーブってエコーみたいなやつ、わからんけど。パチパチありがとうございます。すいません、グダグダで。また配信する機会があればその時こそは完璧に音を立ててみたいなとこから崩れ落ちてゆく、音を立てて音を立ててわかんない、エモすぎて。姫島さん泣いてくださいました。たくちゃんさんこんばんは。やった、パチパチをたくさんありがとうございます。リバーブはあっていいの、エコーかあってもいいのかな。最高、パチパチ。そう、打ちにくいからね。リバーブなんかレベル1になってます。うん、初見。あかりさん、あかりさんってさ、あのあかりさんかな、あかりちゃんかな、違ったらあれかも。でもまた配信する機会って明日明日はね、できたらいいね。明日はレッスン頑張ってこなきゃ。でもワイも先日カラオケで歌ってきたわ。おお、これ歌うと楽しいよね、めっちゃ楽しい。曲によってよしよし。なんかいらねえなーって思ったらコメントください。なしにしてみます。なんかとりあえずレベル1でリバーブしております。じゃあグレンゲ行こう。これね、かのんちゃんママにね、誕生日の時にいただいたやつなんです。便利なんよ、スピーカーにもなるし、ちゃんとマイクっぽくもなるしね。曲をどこで調べるんだっけな、ここだ。なんかさ、すごいさ、うろ覚えだったのにあれなんだけどさ、あれなんよ、グレンゲよりホムラの方が歌いやすいのは歌いやすい。グレンゲはね、低い高いで死ぬ。ホムラも高いけど、なんかまだ出やすい気がする、キーが。公開レッスン配信、それはあれだね、先生に許可を取んなきゃ。グレンゲ楽しみ、ありがとう。グレンゲじゃあ歌おういきます。強くなれる理由を知った僕を連れて進め、泥だらけのそばどこにいる、こわばる心震える手は掴みたいものがある、それだけさ。夜の匂いに空に何でも変わっていけるのは自分自身だけ、それだけさ。強くなれる理由を知った僕を連れて進め、どうしたって消せない夢も止まれない今も、誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。世界に打ちのめされて負ける夢を知ったグレンの羽よ、先誇れ運命を照らして、稲光の雑音の耳を刺す、うん、戸惑う心優しいだけじゃ守れないものがある、わかってるけど水面下で絡まる全悪透けて見える犠牲に転ばってみわってみわってみわってみ、いつの世の花より挑み続け咲いた一輪が美しい、乱暴に敷き詰められた棘だらけの道も本気の僕だけに現れるから、乗り越えて見せるよ。簡単に片付けられた守れなかった夢もグレンの心臓に根生やし、この地に宿って
破れた悲鳴の風吹く誰かの笑う影誰かの泣き声誰もが幸せを願ってるどうしたって消せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみが世界に打ち止めされて負ける意味を知ったグレンの花が咲き誇れ運命を照らしてありがとうございました。いやこれさこのマイクの仕方がさいいのだと思うんだけどさ自分の声がうるさすぎてうるせえ自分の声と思ってでなんかさカラオケがさ聞こえなくなるかなと思ってこっちを追加したんだけどさそしたらダブルでうるさくてうるさいな私の声と思いながら皆さん大丈夫ですか耳つぶれてない音量気をつけなきゃうるさいねびっくりした今ちょっとだいぶうるさい私でもすごいパチパチたくさんありがとうございます片耳の方がうるさくないかもしれないなボリュームは調節してくださいさあ皆さんどうにかマイクの音量だけ下げるのってできないのかな音割りやっぱしますよねここの方がいいわかんない難しいですねなんかなかなか正解がわかんない音量下げてください本当に耳がキーンってなりそううるさいわ待って鼓膜破れても後悔ないわ面白いダメですよ鼓膜破れたらそうボリュームは調整よろしくお願いしますうるさいのは廊下で笑う中の声そう廊下で笑ったらねうるさいって言われました残念録画したよありがとうございますでもあんまり上手じゃなかったけど恥ずかしいわ普段の喋る音量と歌う時の音量のさそっか喋る時上げて歌う時下げるってめんどくさいですよね確かにでもなんか喋るのをもっと張ろうとしたらなんか枯れてきて終わる純正だとのりおさんの声量なんかさ確かにカラオケ配信のためにいいのを買うのも一つの手だよねでもあれっておいくらぐらいするんだろうねちょっと調べてみよう後で覚えてんのって急に小声かな私声もね結構ね大きいって言われるんだけどなでも確かに静かに な気がするそれはなんかごめんなさい調整よろしくお願いしますよし次の歌に行こうじゃあ次は冬っぽい歌にするふふ小声かななんかさ先に自分の耳がちぎれそうこっち歌ってる時大変ではよくこの季節になると歌ったり聴いたりするこの曲を聴いてください急に夏を歌うゴーゴー様君に似合うと思ったんだグレンチコのマフラー見たことない景色は僕らの制服クリスマス
僕の気持ちは変わらないよ。きっと君よりも僕のこのドキドキがバレないように。そう、来年のクリスマスは僕が勇気を出すね。初めてのときめきは君との制服クリスマス。の前君の手つかみ、お隣はもう見えない世界、制服のまま飛び出そう。 Oh yeah, 君に似合うと思ったんだ。グレンチェックのマフラー、繋いだ手のひらかな。好きが溢れる大人になる。幸せ、僕らの制服クリスマス。懐かしい。マフラーもふもふしてる。のりさんが可愛すぎた思い出。やった。てるー。そう、マフラー。このあとね、この後じゃないか、でもなんかサンタさん、あのももクロさんのさ、サンタさんさんさんサンタと一緒にやりがち。振り付け可愛いですよね。皆さんたくさんパチパチありがとうございます。グレンチェックはね、私もよく分かってないんですよ。なんか一昨年かな、自分がまだ中3の時に一回足劇場で初めてかな多分やって、その時にD クラスお揃いでマフラー買おうってなったんだけど、結局グレンチェックのマフラーなくて、とりあえずチェックを買った思い出。初見さん、ゆいちょろさん、ありがとうございます。スプラッシュのオレンジ色担当、長尾亮と言います。ぜひよろしくお願いします。パチパチいっぱいやった。グレンチェックグレンチェックあれだよね、きっと茶柱さんはあれだよね、マットさんだよね。あれじゃ、レニちゃんのってやろ。でもさ、スプラがさ、やっとるサンタさんって結構カットしてるからさ、原曲聞いたらびっくりするんだよね。え、こんなとこあったのみたいな。今田アンナちゃんの使っとるやつ見つけれん。ねえ、私も見つけれんな、なかなか。あれ歌う、あれね、難しいからね、まだ今日は無理かもしれないけど、歌いたい。煉獄チェック。煉獄チェック、ちょっとわからん、どんな柄なんじゃろ。大変。いつも何歌ってるんですか？いつもはね、あの、私アニメが好きなのでアニソン歌ったり、あとはイコールラブ、噛んじゃいましたけど、イコールラブさんが好きなのでイコールラブさんの歌を歌ったり、あとはなんかその季節っぽい歌を歌おうかなとか考えながら、でも割といつも同じ曲になりがちです。レパートリーがあれなんですよ、本当にあまり曲を聴かないもので。流行りの曲は弟に全部教えていただいております。ぴったりしたいクリスマス、まったりしたいクリスマス、頭の中ほとんど彼氏。あれ可愛いよね、マックスがやってるやつ、ツンツンチャンチャン。なんかさ、クリスマスイベントでさ、アクターズの子がやってるさ曲って覚えるよね。毎年見とるしけんさ、歌も覚えるし、なんか振りも覚えるし。今度足王子縛り、楽しそう。ラストアイドルの曲も歌ってほしいです。歌えるのあるかな、待ってよ。あの、なんだっけな、青春トレインだっけ、あれはなんかダンスをイベントでやったことがあります。歌えるかな、でもサビが出てこんくなっちゃった。チュン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 、あら、歌詞どんな感じだったっけ、忘れちゃった。サビの歌詞
アイブキもね、あれよね、愛しか武器がない愛しかみたいなやつだよね。私あれが好き、歌えないけど、君と出会って泣けてきた、なぜか涙が止まらない、心を閉ざしてた僕が同じ旅を感じた存在みたいなやつ。それじゃあ、トレイトレイ走り出すよ、トレイトレイトレイ、なんだっけ、人の波タララタタラダラタしまおうか、でたたたらら、意外と歌える気がしてきた。でたるでるるる、でたるでてるてるるてて、でてるて、どこに向かっているのかなんて聞いちゃいけないんだろう。ね、すごいさ、うろ覚えかもしれんけど、歌ってみよう。あるかな、青春トレインなら歌える気がする。あ、愛を知るだよね、あの君とたらたらららら、あれめっちゃ好き。だん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 、かわいい、あの歌。阿部ななみさんめっちゃかわいいですよね。うん、ゆいかさんかな、読み方間違ってたらごめんなさい。初見ありがとうございます。スプラッシュオレンジ色担当しています、長尾りゅうです、よろしくお願いします。ヒゲダンのヴィンテージ私も好き。青春トレインはね、なんか最初 D クラスライブでやってる子たちがいて、でなんか舞子ちゃんの卒業ライブでもやることになって、あれなんですよ、最初私とあずみはする予定じゃなくて、かのんちゃんが多分ちーちゃんのとこに入るみたいな感じで、かのんちゃんはやるの決定してたんですけど、私とあずみはなんかダンスできんねーみたいな言いながらやらないはずだったんですけど、みんなが練習をしてるのを見てたらやりたくなって、だけん1週間2週間くらいって多分覚えた。でもすごい難しくてさ、めっちゃチーに教えてもらった、こうやってやるんよって。なんかみんなの練習見ながら覚えて、家で練習して覚えてみたいな。じゃあ青春トレインを歌おう。トレイントレインって言ったらブルーハーツ、ブルーハーツってトレイントレイン走って行けがブルーハーツ、トレイントレインどこまでもやつ、めっちゃ音間違えたけどでは青春トレイン歌います。最初入れるかな。トレイトレイ走り出すよ、トレイトレイトレイ、懐かしい、もう忘れちゃったかな。黙って流されてしまおうか、みんなの意志に逆らおう、邪険にされて足を踏まれ小突かれる、どこへ向かっているのかなんて聞いちゃいけないんだろう。別を乱さず不安の見込み更新してりゃ満足か、夢なの見なけりゃいいんだ、傷つくこともないのに、自分の行きたい場所ができたから他の道進む、誰かに反対されたって僕は行くしかないんだ、見えない列車の発車ベルが鳴り未来を生かす青春トレイトレイ、どうするんださあトレイトレイ、そろそろなくして大人になるか。ありがとうございます、ごめんなさい、ファンの方がたくさんいらっしゃるのにラスアイの裏覚えですいません、あそこが分かんなかったな。でもね、この曲も好きですよ。もうミーナちゃんのね、 B メロのセンターのとこめっちゃかっこいいしさ、あれ新しい曲もかっこいいですよね、縦のやつ名前が出てこん。というのがラスアイさんはチェックしておりますごめんなさい、リクエストしてくださったのにあんまり上手じゃなくてありがとうございました。でもパチパチが多くて嬉しいですそれだ、何人もだ、あれもかっこいい。でもすごいなって思います、本当ラスアイさん、いろんな企画にさチャレンジして、なんか結構しんどめの企画も多いじゃないですか、だからすごいなって。あとはミーナちゃん可愛いしね、モエツも可愛いし、ハイリちゃんも可愛いしみんな可愛い。
ごめん、なんか自信がなくて一番しか歌ってなくてねえ、あの企画見てたら泣けますよね。冬ソングの定番はボアのメリクリで時代が止まってるアカウントはこちらです。なんだっけ、ずっとずっとそばにいてみたいな。私あれ本当に分かんないんだよね。サビぐらいしか分かんない気がする。忖度じゃないよ。でもアクターズの子をやっぱり見てしまうよね。でもなんかアクターズの子じゃなかったら、私あの木崎千里さん、読み方合ってる、あの方がすっごい可愛いなと思ってめっちゃ好きです。そう、スプラッシュの先輩なんですよ、ミーナちゃん。ちょっとだけかぶってた時があって、一緒にステージ立てとったの。なんか今考えたらさ、すごい幻みたい。本当に一緒にやってたっけみたいな。ソーリさん、こんばんは。こんばんは。盾のシーンかっこいいよね。すごい。そう、私猫目の女の子が多分好きなんですよ。だからミーナちゃんもね、すごい好き。お顔が超タイプでございます。かわいい。あとね、ロマンティック彼モード、あの歌もかわいいですよね。あ、なんか変なとこしちゃった。ラサイさん見てみよう。他にも阿部ななみさんはね、本当に別品なのはすごい知ってる。あと松本桃菜さんだっけ、あの方もめっちゃ可愛いね。ミーナのラストアクトでのマニマニの歌いだし。そう、あれが最後だったんよね。私ね、あの発表会の時がね、一番マニマニ上手だったような気がしてるんだ。劣化してるわけじゃないし、そんなつもりじゃないんだけどさ、なんかあの時はちょっとピッチが高いような気もするんだけど、なんかすごい自分で聞いててさ、あの時なんか上手だったなーって思う。猫が好き、わかる。畑さん、畑さん、ごめん、私読み方がわかんない。でもあの、わかりますよ、お顔は。あの方も可愛いですよね。松本桃菜ちゃんはずっと可愛い。あの子も可愛い。あれがミーナは最初で最後。そうじゃね。鈴木遥香さんと安田愛理さん、安田愛理さんめっちゃべっぴんさん。いや、なんかすごい目元がキリッとしててめっちゃかっこいいですよね。鈴木さんも可愛らしい。ごめん、なんか名前をさ間違えて読んでたらごめんなさい。ねえ、ラスアイさんたくさんいらっしゃるよね。なんかでもあれかも、全メンバーさん分かるほど詳しくないかもしれない。なんかラスアイ調べよう、聞いてみよう。ねえ、ラスアイさんさすがじゃ、たくさんいらっしゃる。あ、頑張るけんもいいよね。よし、じゃあ次の歌歌おう。何歌おうかな。ちょっと歌いたい歌があったんよね。キーをどんぐらい下げるか問題。大森さんかわいい、めっちゃかわいい。原曲キー、原曲、あれ、これでいいかな。ちょっと一回カラオケのキーを見てすぐ変えるかもしんない。オーリオさんかわいい、長月みどりさんめっちゃかわいい、めっちゃかわいい。頑張る件ってダムないのかな、それ調べてみよう。ラスアイさん、ぜひなんか布教してください。私ほんと詳しくないから知りたい。可愛い子いっぱいだし、ダンスも歌も素敵だし。なおちゃん、あ、ないんだ。頑張るけん、あとでカラオケじゃない、間違えた、アカペラで歌おう。私あの歌好き。ちょっと次歌う曲はキーがあれかもしれないから、ちょっと途中で急にやめるかもしれないです。でも聴いてください。大丈夫かな、めっちゃ高いですよね、この歌。ちょっと下げたんだ。待って、音が分かんない。
さっきからねだ気づいてるよね、夜空にぎわす天使の羽。やり直します。 OK。 タラタラナカタラナナナ、私今何個下げた？2個か。これでいいかな。タラララララ、タラララララだったよね。あ、さっきと聞いてる。チャンスで次のステップ進みたいの、さっきからね気づいてるよね、夜空に似合う天使の羽。今夜は積もるかもしれない、しかも電車も止まってほしい。繋いだ手にぎゅっと力込めた、慎重にねなりすぎるとね、運命を途方に暮れちゃうよ。私をね失ったらね、あなたの人生終わりだよ。コートの上から抱きしめといて、ちょっと太ったなんて聞かないで、せっかく変えた方がいいかもよ。絶好調な冬の恋スピードに乗って、急上昇を熱いハート溶けるほど恋したい。ブレイク寸前、幸せのゴール、私だけに Why Love Song 歌ってほしい。こんな低くするつもりじゃなかったんだけどな、どんぐらい下げたらちょうどよかったんだろう。でもね好きなんですよこれ。絶好調は真冬の恋スピードに乗って、急上昇は熱いハート溶けるほど恋したい。ブレイク寸前、幸せのゴール、私、あなただけに Why Love Song 聞かせて、歌って聞かせてほしいの。歌詞が分かんなくなっちゃったけど、このキーはどれなんだろうね、わかんない。でもあのキーで歌うのが楽しい。だからさ、キー1個低かったんかな。なるほど、ちゃんとやりたいね。じゃあちょっとアカペラでお許しください。タラタラララ、そう、あれキー下げすぎたよね。あれなんかな、もともとカラオケ下がってるのにもっと下げちゃったんかな。好き、タタラ、楽しくない？キー元のままでいけたかな。でもう一回歌ってもいい？めっちゃ歌うじゃんこいつって感じだけど、もう一回歌ってもいいですか？キー元でいけるかな。高い、でも次は高くて死んじゃうかもしれないかな。中歌をなんか低すぎた気がする。おかわりしようかね。そう、クラがさブログかなんかでさ、メレンゲが溶けるほど恋したいって書いてたよね。めっちゃ可愛かったあれ。じゃあ元気でやってみよう。ゲレンデ原曲にしたらいいのかな。次高くて声でっかったら、もうそれはもうこの歌は歌わないでってことだってことで。高森美穂さん、ありがとうございます。嬉しい。純平さん、この曲ハイファイブ好きだよ。出るかな。これでまた歌い出しを間違えそう。あなたとね今日がチャンスね、次のステップ進みたいの、
さっきからね気づいてるよね、夜空にぎわす天使の羽、今夜は積もるかもしれない、時間も電車も止まってほしい、繋いだ手にぎゅっと力込めた、慎重にね、なりすぎるとね運命も途方に暮れちゃうよ、私をね失ったらね、あなたの人生終わりだよ、ことの上から抱きしめといて、ちょっと太ったなんて聞かないで、性格変えた方がいいかもよ、絶好調は真冬の恋スピードに乗って、急上昇は熱いハート溶けるほど返したい、ブレイク寸前幸せの香、私だけにこれの一個先ぐらいがちょうどいいかもしれんね。キー問題は今度解決しなきゃ。でもなんか元気楽しいねめっちゃ気持ちいいグレンゲが溶けるほど恋したいめっちゃ今日なんかツボが浅いのかでもめっちゃおもろい。 J リーグタイム始まった。あ、KMM ギルド攻撃受けてるって。なんかね攻撃切なくなっちゃう。うん、やった、たくさん褒めてくださってる、嬉しいごめん、また音が割れたかも。なんか自分のイヤホンもピキンピキンってなってた、うるさかったらすいません。でも嬉しい、なんか褒めていただけたそう、すごいね好き。なんかクラがソロで歌ってる時も好きだったし、 D でやったのも好きだったし、タラララタラララララタラララララ。あと次は何を歌おうかな。なんか聴きたくなるよねこの季節。めっちゃ好き。何しよう、あの歌にしような。急になんか冬の歌ではなくなるんですけど。あるかしら。あったー、キー何個、あ、日焼けてなかった。ホワイトラブいいね、歌おう。あれでもキー下げとんかもしれん、上げてんのかな。果てしない、なんかアクターズのイベントでやる歌ってさ、キー問題がね分かんないんだよね。調べとかなきゃ。録画したよ、ありがとうございます。オレンジに染まってるオレンジ染まっちゃってるね。でも燃やされたオレンジには染まりたくないよね。クラはね元気にしてるよ、たまに連絡取ってる。クラオカさんにまだ会ったことない、それはしくしくや。倉岡さんね会いたいよね、私も会いたい。では急にね冬じゃなくなるけど、いいねママのやつ後で歌う。でもあれこそキー問題が大変。倉岡さん生きてるよ、生きてるよ。倉岡さんね可愛いんすよ、可愛い。広島さん、初見さん、ありがとうございます毎回このやり取りをするっていうあ、ゲイカさんでやってるかな、ありがとうございます。倉岡さん懐かしい、実はソワラ推しです、存じ上げております私も倉推しだよ。お前みんな好きって言うじゃないかって言われそうだけど、倉岡さん推しでしたね、好きですもうね倉の生態をね盗みたい、本当に交換してほしい超好き、もういい声だよ本当に。そうよ、ソーラ姫様のお話を今しておりました
では前回の発表会、皆さんに見ていただくことはできなかったんですけど、その時にソロで合格して歌わせていただいた猫を歌いたいと思います。夕焼けが燃えてこの街ごと飲み込んでしまいそうな今日に、僕は君を手放してしまった。明日が不安だ、とても嫌だ、だからこの僕も一緒に飲み込んでしまえよ。夕焼けだけどもそうはいかないよな、明日ってうざいほど来るよな、眠たい夜になんだか笑っちゃう。家まで帰ろう、一人で帰ろう、昨日のことなど幻だと思う、君の顔なんて忘れてやるさ、バカバカしいだろう、そうだろう、君がいなくなった日々もこののしようもない気だるさも、心と体が喧嘩して頼りない僕は寝転んで猫になったんだよな。君はいつかふらっと現れてくれ、何気ない毎日を君色に染めておくれよ。ありがとうございました。ダランダリンダラ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 ン、いい歌だよねこの歌も。長尾ちゃんは優しいから最終的に全員押すことになる。いやーそれは関係ないですよ押したなって思ったらその子が押しなんですよ。でもね、みんな好きになる気持ちはめっちゃわかる。みんないい子だし、みんな可愛いし、みんな素敵だし。でも今のスプラはモコちゃん推しですそう、倉岡さんは倉岡ソーラさんですよ。もこちの前の青色さんです。そう、あのね、ちーちゃんっていう、穴水千里ちゃんっていう今スクールやめちゃった子なんですけど、その子と倉岡ソーラちゃんと私でラスクっていうユニットを組んで何曲か発表会で歌わせていただいておりました。懐かしいな、なんか会いたいなみんなに。これはディッシュさんっていう方の猫っていう曲です。ラスクで歌いたいよねやっぱ今日テンションおかしいかもしんない。神じゃ、ありがとうございます。パチパチたくさん嬉しい。そう、ワインディングロードも歌っとったよ。あれはね、あれなんですよなんか本当の原曲にはないアレンジを入れとって、ちょっとラップ部分入れとったりとか、すごい楽しかったな。練習楽しかった。うん、猫好きない、嬉しい。突然ね、歌わせていただいて嬉しかったな。長尾ちゃんが嫌いになる相手がいたらその人はよ。私そう、あんまりね、嫌いな人いないんですよ。なんか嫌いだなって思っても長続きしない、その人の嫌いだなっていう感情が。でもなんか悪く言ったら飽き性なんだろうね、どんなことに対しても。あんまり嫌いも持続しない感じするめっちゃ片言みたいになったけど、そう、もこちゃん推しなんですよ。可愛いよね、もこちゃん。私もラスクラブエスペランザ最強、めっちゃわかる。あれはほんまにやばい。あ、アクエリオン歌いたいな。エスペランザね、マヤも好きだし、ミーナちゃんも好きだし、ナオちゃんも好きだし。そう、エスペランザとラスクでね、コラボして発表会2回かなやったことあるんだよ。最近マヤとね LINE しとってね、エスペランザとラスクでまた歌いたいよねって話してて、うわそれだって言ってた。歌いたい。うん、ラスク美味しいよね。お、ママニョンさん、猫好き。猫好きって言っても、ありがとうございますかもしれんけど、普通の猫ちゃんだよね。猫ちゃん、私も好き。穴水さんね、会いたいね。でも元気だよ、ちーちゃんも。ちーちゃんもね、学校で部活を頑張ってる。ソーラ、かわいい眠り姫。なんだっけ。ソーラ、どこ？ソーラ、どこ？気づいた時には夢の中超好き。
夜にかける、あ、夜にかける、途中で酸欠になるかもしれないでも歌うね。でも最近ね、優しい人ってたくさん言ってもらえて嬉しいけど、なんかね、そんなことないよって思っちゃう人のいいところを見つける、なんかね、人が好きだからね、なんか自然と見つけると思う。多分みんないい人だよ。ラスクとエスペランザはうちの先生も絶賛してたよ。ありがとうございます。そう、あのラスクとエスペランザのコラボのやつはなおちゃんが卒業した後ですね。なおちゃんとも歌ってみたかったな。そう、まやちゃんね、素敵よね。懐かしいね。あのクラの自己紹介考えたの誰なんだろうね。天才だよね。スプラッシュのライムの子が猫っぽいよね。わかるクラと長尾ちゃんはそう、あの一緒になってたんだけど、一緒にステージ立ったの1回だけかな。あんまり回数はないかも。うん、ひなたちゃんが夜にかける聞きたい、歌おう。タランダータラララ、歌えるかな。夜にかける鬼かめっちゃ今日はあれですね、全部鬼滅に持ってっちゃおうみたいな。猫、猫じゃない、猫さっき歌った。夜にかける出てくるかな。あれ、漢字が違う。うん、あった、ありました。うん、一回あったよステージ。あの私がさ、私とゆうなとあずみがスプラッシュ研修生でお披露目の時に一緒にステージ立ちました。そう、まや毎日歌投稿頑張ってますよね。超好き。ライブは猫飼ってる。猫の次は犬。犬ってどんな歌だろうね鬼滅縛り、鬼滅縛りだったのかもしれないそう、あの時でございますよ。あの時はね、クラがね、きっと僕らはのやつ、台風で足劇場中止になった時、あー、ありましたね。懐かしい。うん、マイブランドニューストーリー、かっこよかったね。私クラのソロはあれが好きなんよ、ノーレインノーレインボーみたいなやつ。そう、ピースカフェの時のやつです。すごい、ギフトたくさんありがとうございます。後でまとめて読みます。ありがとうございます。では夜にかける自己理想だけど頑張りますうん、沈むように溶けてゆくように二人だけの空が広がる夜に さよならだけだったその一言で全てが分かった。日が沈み出した空と君の姿、フェンス越しに重なってた。初めて会った日から僕の心の全てを奪った。どこか儚い空気をまとう君は寂しい目をしてたんだ。いつだってチクタクとなる世界で何度だってさ、触れぬ心ない言葉うるさい声に涙がこぼれそう。でもありきたりな喜び、きっと二人なら見つけられる。探し日々に笑えない君に思いつく限り眩しい明日を、明けた夜に落ちてゆく前に僕の手を掴んでほら、忘れてしまいたくて閉じ込めた日々も抱きしめたぬくもりで溶かすから、怖くないよいつか日が昇るまで二人でいよう。今ライブ配信してる。そうなんですか。はい、略してるね。君にしか見えない何かを見つめる君が嫌いな、見とれているかのような恋するようなそんな顔が嫌い。
ないけど信じられないこと、そんなのどうしたってきっと、これからだっていくつもあって、その度を持てないでくる。それでもきっといつかはきっと僕らはきっと分かり合えるさ、信じてるよ。めっちゃ間違えちゃった。うまいねって、ありがとうございます。がむしゃらに差し伸べた僕の手を振り払う君も、やだって疲れたよなんて本当僕も言いたいんだ。あほらまたチクタクとなる世界で涙ってさ、君のために用意した言葉どれも届かない、終わりにしたいだなんてさ、ずられて言葉にした時、君は初めて笑った。騒がしい日々に笑えなくなっていた、僕の目に映る君は綺麗だ、明けない夜にこぼれた涙も君の笑顔に溶けてく。変わらない日々に泣いていた僕を、君は優しく終わりへと誘う、沈むように溶けてゆくように染みついた霧が晴れる。忘れてしまいどこで閉じ込めた日々に差し伸べてくれた君の手を取る、涼しい風が空を泳ぐように今吹き抜けてゆく。繋いだ手を離さないでよ、二人今夜に駆け出してく。ありがとうございました。ありがとうございます。うまい、よかった。なんかめっちゃ下手だなって思った。ありがとうございます。安心しました。いやー嬉しい。でもごめんなさい、あんまり上手じゃなかったかも。なんかさ、ミュージックの音量だけめっちゃ上げたいんだけどさ、なんかこうやって聞いたらさ、自分の声めっちゃ聞こえるじゃん。なんかそしたら音程がね、分かんなくなってくるんだよね。パチパチたくさんありがとうございます。わーい、ゆうながいる？嘘。すごい嬉しい。現役の、いやー歌姫って言っていただけるほどあれなんで、頑張ります。素敵だね。あ、親方様に言われたら私多分鼻血をブーってやって倒れます。シャーって多分死んでしまう。ユウナいた。ハッピーバーあかりさん、あかりちゃんで合ってるのかな、合ってることにするね。ありがとう、嬉しい。うまい、よかった。小田さくらちゃんっぽいしゃくり好き。小田さくらさん大好きなんです。心じゃいつも叫んでいるのにが好き、大好き。結婚してください、イエイ。私が小田さくさんと結婚したい。等価交換で何かを差し上げて、じゃあ喉声帯をくださいっていうか。そう、テレビね、なんか2回かな、音楽チャンプ出させていただいて、いつかスタジオまで行きたいですよね。頑張ります。命の歌か君を乗せて。あ、いいね。どっち歌おうか。命の歌歌ったことない気がするから歌おうかな。ゆうなハッピーパーン。あかりちゃんはね、あの私が想像してるあかりちゃんだと、アクターズの A クラスさんにね、あかりちゃんという子がいて、もうめっちゃ可愛いんですよ。めっちゃ可愛いの。でね、同じアニメ好きなのよ。だからね、アニメの話もねする。同じ突きをしないよ。スタジオへの行き方を米田ミーナさんに聞いてみましょうか。ミーナちゃーん。ゆなゆな、ゆなゆな LINE 送ったよ。ハッピーバー、まだいるかな。ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイトゥーユー、ハッピーバースデイディアユーナー、ハッピーバースデイトゥーユー、おめでとう。ゆなゆな、
等価交換、交換って言ってしまった。等価交換、ジョジョ立ちできない。来週ルリちゃんあれですよね、研修生発表会。いやー、あれなんだっけ、立ち上がる歌っとった前、落ち込んでちゃいられない、そこ私は立ち上がる、ドッドみたいな、あの歌かわいい。藤田のあかりちゃん、藤田のあかりちゃんはね、歌もうまいですよね、ダンスもうまいし、なんか一緒にユニット組んだことあるんですよ、一回だけかな、すごい懐かしい思い出。みんなに聞いては。立ち上がる、立ち上がるね、アクターズの発表会で誰かがしてて、ルリもしてたのかな、多分してたね。でそっから好きになって、ハロプロさんの曲なんだって、だ結構びっくりするんですよ、発表会の曲で、あこの曲いい曲だなって思って、発表会終わってさ調べるんよ、そしたらハロプロさん率が高い。うん、そう、あのアッシュフェアリーちゃんのあかりちゃんかなって思ってました。違うかもしれないけど、他のあかりさんかもしれないけど。命の歌を歌おうかな、あるかしら、命の歌の感じ、あった。そう、ゆうなの配信はね、誕生日の時見に行ったんですよ。あかりちゃんのはね、何回か見に行ったことあります。ではママのリクエストで命の歌、これなんか小学校の時の合唱で歌って、好きなの、そう、全然違うあかりちゃんだったらごめんなさい。生きてゆくことの意味、問いかけるそのたびに胸をよぎる愛しい人々の温かさ、この星の片隅で巡り会えた奇跡はどんな隠れて見えない。
歌ってたらしい今多分学校で音と証拠なんですけどやってるってことはそんぐらいかも。なんか命のうさうそうそ愛の歌かな、なんか結構そういう感動的な曲を集めたアルバムがあるよね。多分あれだよ、復興ソングとかだったのかも、東日本大震災の。いい曲ですよね。ぜひマナカナさんの命の歌で検索してみてください。なんかヒューマンフェスタに来たことがあって、でいじめ防止の取り組みの実践発表会を見に来たことがある方なら、多分小学校の方とか他の学校の方もかな、合唱してるの聞いたことがあると思います。あれ毎回聞くと泣きそうになるんだよな。カブトムシ、カブトムシはねサビ歌うね、ちょっと不安、他のところがわかるかもしれんけど聞き惚れてしまう、嬉しい竹内まりやさんと数学の先生、すごい一緒なんだ。あ、私も自慢していいですか、勝手にするね今村美月さんいるじゃないですか、あの方の担任の先生が音楽の先生 でなんか他の時に担任の先生しとった人が去年副担任だったんですよ。自慢タイムキーパーさん、そう弟と妹がねここにいるんだよ。そうタイムキーパーといえば、ねえ何時、今何時、今何時、今何時9時、もう30分、やばいね。9時30分だって、大変大変。 AKB の歌唱力決定戦でも、そうなんじゃ。今年もねヒューマンフェスタありましたね。そう、マナカナさんの歌なんですよ。いい合唱、泣くよね。みちさん、そう同じ学校かな、同じ学校なの、同じ学校か、わかんない。あ、そっかすごいあれなのよ。でもなんか先生はねいろんなとこ行ったり、あ、そう、あとねそのみちの担任だったよって先生は綾瀬はるかさんのなんか担任じゃないけど学校一緒だったというか、なんというか教えたことがあるかな、なんかわかんないけどそんな感じの自慢をされましたすごいよ。だからすごい先生に教えてもらってるの。てかありがとうございます。9時半ね、急がなきゃいけないよねそう、みちゅさん広島狭いんですよ、ほんとそうなんですよヒゲダンのボーカル、長男の先輩、すごい。長尾ちゃんピンクはね似合わないんだよなだから一人じゃない。待ってよ、先にそうアクエリオンも歌いたいねって言ってカブトムシよね。ママが宮本さんも書いてた、いきます少し背の高いあなたの耳に寄せたおでこ、甘い匂いに誘われた私はカブトムシ。こっから歌詞がわからん。タラララララララなんだよね。あれはさ、あれはさ、愛子さんとキングヌーの名前が出てこん、
そう、井口さんが歌ってるやつが好きです。耳、そう、耳打ちにさ、スルッとするじゃん。私の髪の毛さ、癖が強すぎてさ、やばくない？こうなるんよなんかさ、髪の毛強すぎてね、ツインできないんだよね。見てじゃあちょっとアクエリオン歌いますね。そう、ピンクといえばユナユナですよね。だから一人じゃないも好きよ。泣いて泣いて泣いてもがいて、何度だって乗り越えてゆこう。泣いて泣いて泣いてもがいて、ああ一人じゃないから。今日も泣いて泣いて、何度だって乗り越えてみせるよ、手を握るよ、大丈夫さ。あら、ない、アクエリオン。お、あるかな。あれ、創生のアクエリオンってさ、漢字どうだっけ、出てこない。漢字間違ってる。創生のアクエリオン、うん、ワックも後で歌おうかな。45分になったら教えてほしいお願いします。45分になったら教えてほしい。創生のアクエリオン、待って、それで調べてみるね。漢字間違えた説があるな。創生の、あった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 、漢字を間違えておりましたね。待って、そんな始まりかいね。世界の始まりの日か。世界の始まりの日、命の木の下で、クジラたちの声の遠い残響を二人で聞いた。なくしたものすべて、愛したものすべて、この手に抱きしめて、今はどこをさまよい行くの。答えの潜む琥珀の太陽、出会わなければ殺戮の天使でいられた。失う瞬き持つ魂、傷つかないで僕の羽、この気持ち知るため生まれてきた。1万年と2000年前から愛してる。8000年過ぎた頃からもっと恋しくなった。1億と2000年後も愛してる。君を知ったその日から僕の地獄に音楽は絶えない。君の名を歌うためにみたいな。ありがとうございます。なんかちょっとうろ覚え感がすごかったけど大好き。これあのマヤたちは英語で歌ってたよね。好きです、ありがとうございます。タンタララ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 タララララ、あ、えーって言われちゃった君が繰り返し大人になって、何度も何度も遠くへ行って、見守る僕が眠れない、僕がくしゃくしゃになったとしても。あそこ好きんミーナ始まった、ありがとう見てくれてミーナちゃん見に行きたいな。1万年と2000年目から愛してるよ言いたくなるよね。私もね言いたくなる、すごいやりたくなるよねあ、よかった、それっていい感じ、ありがとうございますね。エスペランザのすごかったよね。考えてみたら長尾ちゃんの弟さん妹さんは子守歌歌うるさいから逆に寝られないかも。ねんねんころりよってじゃあバック歌おうかな。何しよう、悩む。なんかあんまり上手じゃなかったら申し訳ないけど、これにしよう。サビが出てこんのよね。タララ
違う、これじゃない。あら、わかんないけど、間違ったらごめんなさいで言ってみよう。トゲトゲはね、サビめっちゃ好き。てか好き。どんなトゲトゲな日でも、息してれば明日は来るんだし、泣いた後に咲くその花は、So beautiful, beautiful さ。どんなトゲトゲな道も、僕らは乗り越えてゆくんだし、こんな咲いて過去は忘れ、晴れた明日へと行こうぜ。あれ好き、めっちゃ聞いてたよ私、あの3月とかぐらい。青と夏ってさ、夏が始まった、いつがした、限界ラバーズめっちゃ好き。タラタタトンタララ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 ラタラララタラタラララリレイ。とりあえずオーケストラ歌います。プロミスダスターも好き。宝は頑張って、あの入れんかった。浮かぶ星たち、ほっと君の声が、あの頃輝いていたから、今になってはずっとわからないまま。ごめん、出だしを間違えました。君がついた嘘、問い立たせずに泣いたあの坂道、この先君と会えないの、離れ離れに身を任せてた、いつもの後悔が風に消えてく、誰にも見せないその姿を、ちょっとだけ見てたかったんだ、時がそっと睨んでる、その手と手繋いで笑った声、忘れはしないよ、こんなにも流してた涙も、やがて訪れたよね、さよならの声、忘れはしないよ、あんなにも近くにいたはずが、今ではつながりなんて、あの空だけ、じゃん、好きなのに間違えたっていうね、好きな歌多いんだよ、ビッシュさん。あ、ステレオ歌えばよかったっていうのも今思いました。せっかく発表会でやったから。オーケストラユータですよね。ライブ映像を見るのがめっちゃ好きですよ。限界ラバーズはね、前カラオケで歌ったことがあるんだけど、なんかすごく音を間違えた記憶がある。天使よりも悪魔よりも刺激的な愛が欲しい、タタラララ、タタラララ、タタタラララ、タラララララ、ファクトゥザファイヤーみたいなやつ。わからん。怒られそう、ファンの方に。通勤のバスの中で、そんな見ていただくのに間違っちゃってごめんなさい。ステレオ歌うね。ステレオなら間違えないから。これで間違えたら恥ずかしいやつけど、やばい、噛んじゃった。また今日あんまり言葉がしゃべれない。ステレオフューチャー、弟がめっちゃ笑ってる、なんか YouTube 見て。
怖い。キー下げてなかった。めっちゃ笑ってる。大丈夫かな。そう、妹もねイヤホンさしてさ iPad 見ながらめっちゃ笑ってる時あんの。ちょっとさびっくりしちゃう。でも言うて私も多分ツイッター見てる時にやけた顔やばいと思うからおばいこさんなんよね。そう、マイクのやり方をね教えていただいて。笑いたい年頃なのさ。ではステレオフューチャーいきます。壊れそうに間違いないけんだ、誇りまみれの心情消し去って求めよんで Despite this 焦る残酷な君の横顔、声では表せない Chase by Chase オートメーションで Spy this そこで何かを心情をこの手に託して Chase the chance 心臓を捨てられないもの、動き出してもやり抜けるかわからないから、痛み感じるままでいつまで約束されるかなた、別の表現を僕に変えよう、抜け出そう、走り続けなくちゃ、何も変わらなくたって愛を証明しよう、まなみぬ光たちその夢の先まで、わからないものでも。いや難しい。44分ありがとうございました。44分だってやばい、時間足りんね全然。意見あありがとうございました。困るな。じゃあ先にギフトとかを読めますね。で時間が余れば歌う形式にしよう。足りん足りん時間。ね、もっとね歌う曲を練習してレベルの高いカラオケ配信がしたいな。足りん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 。ではギフトを読みます。糸電話の糸ちゃんさん、だるま、クリスマスの靴下、だるま、ハート、I love you! ありがとうございます。ベリオちゃん、これも靴下かな?靴下。ありがとうございます。マスクメロンさん、ハートたくさんありがとうございます。おーちゃんさん、靴下ありがとうございます。わたさん、パチパチありがとうございます。お、ベリオさん、パチパチありがとうございます。マサさん、ハートありがとうございます。ベリオさん、8の方のパチパチありがとうございます。アイアンさん、音符たくさんありがとうございます。糸電話の糸ちゃんさんも、かっこいい、I love you! 音符ありがとうございます。わたさんも、あー間違えた、音符ありがとうございます。ハートって言っちゃった今。糸電話のいちなさん、馬ありがとうございます。りょうすけさん、ツリーじゃなかったごめんなさい、靴下ありがとうございます。高坊2号さん、ハートたくさんありがとうございます。あやさんもハートたくさんありがとうございます。哲夫さんもハートたくさんありがとうございます。読めてるかな。わたさん、いいね、音符などなどありがとうございます。りょうすけさん、バラかな、ありがとうございます。あんやさん、靴下ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。この配信見てる方、清掃員の方多いのかな。いい歌声ですもんね、ビッシュさんね。あんだけ歌えるようになりたいな、かっこいいな。9時45分、45分ありがとうございます。ずっと聞いていたい、嬉しいな。なんかもっと上手になって、もっとなんだろう、聞いてて満足できる配信ができるように頑張ります。レベルの高いカラオケ配信をするためにまずメンバーティーを着ます。そう、メンバーティーをね着たいけど、アイロンかけるのがねちょっとめんどくさく感じてしまったんだよね。ごめんなさい、怠惰な人間なんですよ。マジでありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しかった。ありがとうございます。ローモは、ローモは私も後で、ログインできないんだった。私シェルター入れたかな、ちゃんと。ちょっと、入れるのは入れましょう。
まだ時間あるかな。じゃあ次は55分になったら教えてほしい。あ、ごめん、引っ張っちゃった。クラウドファンディング用のあれもいいよね。ああ、またギルド燃やされそう。オレンジ着てないから気合入ってないのか。いや、気合はね、いつも入ってるんじゃけどね。なんかあんまり歌がね、うろ覚えすぎたかなって思っちゃったりしたのよね。今ショールームいっぱいやってるんだ。アンナちゃん、アリちゃん、ミーナちゃん、すごい。これ明日は何時からでしたっけ。明日ちょっと考えるわ。いやね、足りんよね。刻むね。そう、刻んで。そう、クラウドファンディング明日までなんです。そう、ぜひよろしくお願いします。アテナバリアももちろん。4人来た人ありがとう。ごめんね、動画撮ってくださったのに。サンフレッチェ、そう、サンフレ負けましたね。悔しかった。じゃあなんか歌って終わりましょうかね。なんか歌おうとしてたっけ。10時からね。そう、私がね、もうちょいお姉さんだったらもっと長く時間できたのにね。ちょっと明日考えるね。明日までだってノリオ週間だもんね。計画します。朝日の生誕行きたい。そう、なんかさ、低燃費さんも行きたいしね、カンナギさんも行きたいんだけどね、いつもレッスンとかぶっちゃったからちょっとってなってます。オレンジティー着てた？おー、明日もオレンジティーは着ないかもな。するとしてもレッスン着な気がするな。どうしよう、最後何歌おうかな。そう、ハトちゃん会いたいんですよ。ハトちゃん、ハトちゃん、ハト、ハトちゃんちゃん。ん？インスタグラブ、めっちゃかんだ。インスタライブは時間制限ないの？すごくないそれ。え、なんでなんで？全然知らんかった。すげえ。ハトちゃーん、あれ、何歌おう。悩む。インスタライブ、あ、インスタライブは1時間しかできないんだ。へえ。1時間って短いよね。2時間でも短いんだからさ、そりゃ短いよね。一般人は10時以降。へえ、どうなんだろう、決まりあんのかな。またやっぱそういうスクールとの兼ね合いとかと考えてたら、わかんねえ。あ、ハイキューの歌いいじゃん。ハイキュー、2時間短いよ。だってもうすでに短いもん今。ハイキューの歌だったらチコさん歌おうかな。光照明論。あら、光照明論は違う歌よ。あれ、鉄線スピリットだ。光照明論は銀魂ですね。銀魂の映画見に行きたいな、早く。50分ありがとうございます。では配給の歌。あ、フェニックスもいいね。鳥肌が止まらない、命が熱く燃えている。ラララララタラララララ ララ ララ、戦う喜びを。2時間はもはや10分。私も10分ぐらい。え、だって始まったばっかだよね今ね。では決戦スピリットいきます。フェニックスめっちゃ好きよ本当に。そう、鬼滅あれだよね。設定がさ、炭治郎と柱のポストカードだって。でもあれね、カツラが来てほしい。どれしゃ、それがどうした、神様の助けはいらない、エゴイスト、それがどうした、勘違いに理由などない、挑まずにはいられない、影さえを振り切ってけ、
現状の限界乗り越えろチャンス全力をかけた怯えることない確信へ変われ高く高く高く舞い上がれ味わった敗北の傷は涙やって花を咲かせる諦めろと笑えばいいさそんな言葉僕は知らない背負うものそれも楽しめ登場に付き合う気はないリアリスト勝手にしろよ番狂わせ壊してしまえこのまま燃え尽きたって恥じることない生き様感情の高鳴り力に変えてけ勇敢な心全身あるのみ満身創痍で あがけ掴み取れぶつかってこけて渡って膝の傷勲章になる息があってもバカにされても勝利掲げ僕は生きたいああ臆することない強き風が背中を押す宿れ青い炎時代を作れ封じ頂上へ誘う道ハイキュー嬉しいハイキュー好きってことは絶対言っちゃったありがとう挑まずにはいられない最強の最前線戦場の均衡ぶち壊せレリオ逆境の嵐恐るに足らず火災を浴びて強く強く強く記憶あれ55分だったキャー大変喉のスタミナいやそんなことはないですよ待って5分前なのでランキングを読んでスクショタイムをしますよいしょよいしょカラオケありがとうございましたちょっと明日やるのはね計画立ててみるね足りない足りない公式さんのツイートがちょっと面白かったあら大丈夫かしら見とこうではランキングを読みます13位マスクメロンさんありがとうございます12位満月ライダーさんビリさんありがとうございます11位アイアンさんありがとうございます10位おーちゃんさんありがとうございます9位糸電話の糸ちゃんさんありがとうございます8位わたさんありがとうございます7位ポークたまごさんありがとうございます6位りょうちゃんさんありがとうございます5位てつおさんありがとうございます4位ベリオちゃんありがとうございます3位つくしさんありがとうございます2位茶柱食べよかぎゆこと、マットさんありがとうございます1位はドゥルルルルルルルタンりょうすけピンクさんありがとうございますありがとうございました皆さん星投げとかカウントとかコメントとかギフトとか全部嬉しかったですありがとうございますちょっとまた考えます明日無理でもなんか近々みんなの配信週間にお邪魔していいのかどうかを確認したらお邪魔するかもしれないしとりあえずやりたいと思っておりますではスクショタイムをしようよいしょよいしょマイクダブルピースかぐらいしかネタがない進化版あとさ今竜だっけ流行ってるやつ分からんけど
てないかな。コラボ配信ってさ、ショールームもできるかな。乱入しよう。お家にお邪魔しよう。困った時はあのポーズで。ツーピースじゃないよね、きっと。ダブルピースをツーピースって言っちゃった。困った時はじゃあこのポーズするね、今度から。シングルピース、ツーピース。ショールームってコラボできるの？どっかボタンあったりすんのかな、調べてみよう。でもなんか確かにアイドルさんしてるの見たことあるかもしんない。では2ピース3ピース、あ、バンド編成ね。ちょっとお兄ちゃんのあれが来たかもしれない。ダルブ感じた。ダブルピースは基本ダブルピース。スペラポーズをしたらいいんだ。安定のスペラポーズ。時計をお借りします。確かになんかコラボ配信聞いてみよう。インスタだったらあれだよね、コラボ配信できるんだよね。あと2分ですね。そう、0円カルピースなんですよ。じゃああと2分間おしゃべりして終わります。ダブルピース。うちの時計はもう10時になっちゃってるね。ちょっと早いですね。皆さん土曜日の夜にありがとうございました。タイムキーパーの手、あ、映っちゃった。もう59分だね。皆さん本当にありがとうございました。明日お休みの方はゆっくり休んでください。お仕事の方はファイトです。私もレッスン頑張ります。それでは明日するかもしれないし、それはこの後のツイートで。ちょっと計画立ててみます。それではまた明日ねって書いてあるし、ありがとう。あかりちゃんもありがとね、長い間。ではではでは、ブチで終わりますよ。配信これでいいか。ではせーのでいくよ。せーの、ブチ。ありがとうございました。